スティルチャレンジャー手加減やればサレンダー脳裏から離れないあの俺の成功体験が全部置いていく頂上へ今風になり向かう Go to next 切りない切りない切りない歩は寝れなくても Sun will rise up 一瞬のきらめきパッケージ Who can stop? ランページ諦めのムード Goodbye 周りには Good guys 全力で遊べばいい止まらないだろうアドレナリン変わる時代に合わせたり変わらないとこ大事にしたい針の罠に糸を通しこれまでにはピリオド変わりながら生き残り得るだけが耳元タイマーなくずっとマイナーチェンジ霧の向こうまで Try again 燃え尽きるまでは Hey I'm ready yeah I gotta go for future another day whoa データデスクなら目が覚めるだろうぜこの先は No I knowあの頃懐かしいが必要な進化 We back まだ all night long I go for future another crazy world 通り雨のようアンラッキー向こう側までなんてし I got up the down また繰り返してほら上見上げろ人じゃなく空気にすんなって You're my bro昨日までの普通が今日通じなくなる Hey, I gotta make a change ビビればタイミング失う I feel my inside voice 答えは出てる簡単なチョイス今まではこうだったとか言い訳なら昨日に置いてこい That's entertainment 求められてこそ価値は生まれ怠けりゃポジションだって奪われる羊の群れにはできないマネー立ち止まるな君の日に落とすサブラこの先は注意しなマジで危ない針の罠に糸を通しこれまでにはピリオド変わりながら生き残り得るだけが耳元タイマーなくずっとマイナーチェンジ霧の向こうまで Try again 燃え尽きるまでは Hey I'm ready yeah I gotta go for future another crazy world データデスクなら目が覚めるだろうぜこの先は No I know Up the down また繰り返してさあ皆さんこんにちは。スノーボーダーの青木玲です。さあ今回は先シーズン2020シーズンの僕の滑りをパートとして見ていただきました。フリーライディング、フリーカービングを中心にパークのジャンプとか、あと擦り系、そして僕丸沼、群馬の丸沼高原というのがベースなんですけれども、そこである立体的なライディングパーク、フローズンウェーブパークっていうのがあるんですけども、そこでの、立体的なカービングのカットなどを入れさせていただいて、僕の去年の滑りパートっていう形で発信させていただきました。さあ、このカービング、このパートの中でのカービングターン、エッジの使い方っていうのが、もうトーサイド側とヒールサイド側で全然違う使い方をしようっていうふうに思って滑ってる次第です。で、全然違う使い方、そして全然違うエッジングテクニックですね。体の動かし方に、させていこうと。で、自分の中での大きなテーマとしては、つま先側っていうのは結構カービングでエッジっていうものを、エッジングっていうものを作っていきやすい。強く踏みやすいなっていう印象があるので、トーサイドはとにかくこのパワーをロスしないように踏み込んでいく。で、このパワーが最終的にターンアウトの推進力、要はスピードにつながっていけばいいなって思いながら、トーサイド側はとにかくパワーでエッジングをする、筋力を使う、自分の重さを乗せるっていう意識で滑ってます。で、ヒールサイド側、
ヒールサイド側ももちろんエッジングの意識はありますけれども、トーサイドに比べると足首が使えない分、こうエッジングをグーっていう風に強く深くするっていうのが、トーに比べるとやっぱり鈍いな、浅いエッジングになりやすいなって思っているので、ヒールサイドエッジに乗ってる時にはとにかくスピードっていうものを意識してフリーラン滑るようにしておりました。そうするとこういうパークとかジャンプなんかでも、大抵このアイテムに入る時ってボードがフラットっていう状態が少なくって、どっちかのエッジに乗っているっていう時が多いんですけれども、そうするとヒールサイドのポジションっていうのが結構分かってきたので、ヒールサイド側のエッジでアイテムに入るっていうのがやりやすくなってきた次第です。要はヒールエッジをコントロールすることが分かってきた、やりやすくなったという感じですね。なので足先、下半身を使ってヒールエッジを何か踏むとかっていうよりは、とにかくヒールエッジの上に自分の重さをしっかりと乗せて滑っていくっていう感覚が、このヒールサイドのエッジのカービングには必要で、トーサイドは反対に足首も使える分、下半身でのこのパワーを抑え込むとか踏み込むとか、そういった部分でのエッジングのコントロールっていうのが適しているんだなっていうふうに思って滑ってた先シーズンです。でもちろんその考え方は今シーズンも変わらないので、この非対称で乗っているスノーボード、非対称の考え方っていうものをまたテクニックのど真ん中に置いて、このテクニック掘り下げていきたいなと思ってるんですけれども、今シーズンはですね、さらにこの中でもスピード、ヒールサイドのスピードもそうですけれども、トーサイドのパワーっていうのも、そのパワーもスピードのために、しっかりと踏み込むパワーを作っていく、使っていくっていう風になるので、このスピードっていうものを次のシーズンはしっかりと考えながら、もう始まってますね、シーズン。で、どんなスピードってなった時に、これがとにかくターンスピードによる滑走スピードのアップ、そんな方向を目指して、やっていきたいなと思ってるシーズンです。今シーズンもよろしくお願いします。